続いては初めましてラブベイビーのコーナーです。今回も元気いっぱいの赤ちゃんに会ってきましたよ。それでは VTR どうぞ。今回ご紹介するのは大分市の南波さんご家族です、うん、今日の主役は生後4ヶ月のコウくんです。コウくんはどんな男の子ですか？よく笑う子で、キャッキャキャッキャ言いながら人見知りもなく、とても明るい子です。そうなんですね。どんな思いでコウくんってつけたんですか？虎のようにたくましい男の子になってもらいたいっていう願いと、困った人がいれば助けてあげれるような優しい男の子になってもらいたいっていう思いを込めて名付けました。お二人から見てコウくんのここたわらないっていうチャームポイントを教えてもらいたいんですけど、ママどうですか？私のお腹にいる時から、エコー写真などで写ってたんですけど、今に持ちそうなほっぺたわかります、ね、パパどうですか？満面の笑みとやっぱこの甲の匂い、赤ちゃんっていうような、はい、いい匂い、うん、じゃあお仕事で疲れて帰ってきた時にコウくん抱っこしてその香り嗅ぐとどんな気持ちになりますか？癒されて疲れ吹っ飛びます、うん、そうですよね。コウくんのこれまでの成長のお写真とかをたくさん拝見したんですけど、私がイベントをすごい大事にしたいなと思っているので、その節目節目ごとのイベントにコスチュームを着させて写真を撮ってます、うん、でもパパもこんな笑顔を間近に見てたらどんな気分ですか？幸せです。家に帰ったら天使が2人もいるんで。1人目の天使はコウくんで、はい、もう1人奥様もいやもうちょっとこんな風にお父さんとお母さんがもうラブラブなんですよ。もう最高。この二人の仲の良さがコウくんの幸せな笑顔につながっているんだなと感じましたよ。はい、熱々でした。最後にこれからコウくんにどんな風に大きくなってもらいたいですか？ママからお願いします。はい、大きな怪我や病気がなくすくすく元気に育ってほしいです。あとコウくんの笑顔で周りの人をたくさん幸せにしていってもらいたいなと思います。パパはいかがですか？はい、リーダーシップが取れて責任感が強く、いつもその話の中心にいるようなそんな男の子になっていってほしいと思ってます。うん、二人の思いをねこれからしっかりとコウくん受けて大きくなってくださいね。はい、コウくんありがとう。かわいい。出演のお礼にグリーンコープのグリコバッグをプレゼント。バッグの中にはパパママと赤ちゃんのためのグッズがたくさん入っています。はじめましてラブベイビーのコーナーではご出演いただける1歳未満のお子様とそのご家族を募集しています。応募者の皆さんにはグリーンコープのグリコバッグをお届けしますよ。詳しくは初めましてラブベイビーホームページをご覧ください。ほっぺたが落ちそうですよ。ほっぺと笑顔が、はい、たまらなかったですよ。いい顔しますね。ラブラブのパパとママの元で元気にすくすく大きくなってくださいね。さあ、このコーナーでは出演いただける赤ちゃんとご家族を募集しています。はじめましてラブベイビーインスタグラムのページもあるのでぜひご覧くださいね。ここまではじめましてラブベイビーのコーナーでした。